ういこんばんばはダンジョンクロールストーンスープのお時間が今日もやってまいりました。やってきます。E. マルシルの2回目だったな。魔法の挙動が変わったのでそれを試しつつ降りてたんだが、改めて感じることは、ファイアーマジシャンがめちゃくちゃ強いという、ファイアーエレメンタリストは強いぞというところでございました。 え前回、イスケンデルスミスティックブラストの挙動を試したが、実際よくわからなかったと。あのー、バージョンアップの更新情報を見てきたんですけれども、いやいや、なんか、ごマス範囲で、なんか、爆発を伴う攻撃が出て、ノックバックもするとかっていう風に書いてあったんですが、まあ、正直、私、まだピンと来ておりません。申し訳ない。えー、まあ、使いながらね、安全を確かめつつ使っていこうかなと思っております。で、いらないアイテムを置いていこうかなと。 なんだこの、スタッピングのポーション、いまだに使い道が私よくわかっておりません。まあいいかな。ちょっと荷物多いですけど、どうするこのポ投擲こんなにいらねえな。一応ただ、一応持っとくぞ。ジャベリンとか、まあ、こんなの,の、毒のダーツかいらねえな。これもいらねえもん。よし、こんな感じで降りていく。ちょっとね、一応店売りのアイテムだけ、見ときます。 あのー、この殲滅の魔法書がもう出てるんですね。ただ、デフメットの最終のあの魔法の教えてもらうやつ、あれ待ちでちょっと見ていこうかなと思ってます。んなもんだなーあとは出ちゃってるもんな逆に言うと、あのー、もうちょっと混乱させる、コンフューズとかないの。メフィティッククラウドあるよな。ただなめメ,メフィティッククラウドもなメフィティッククラウドあるもんな このブックオブクラウドかヤングポイズナースハンドブックにメフィティッククラウドはありそうですね。今金いくらあんだよ。675円。あ、まあ買えるな。いやちょ、ちょっとまあ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 。ただこれいずれにしても、今沼とスネークピット折れって言ってますので、メフィティッククラウドの優先度は高くないんです、そこまで。 で、ここ抜けちゃうと、そんなにメフィティッククラウドの出番もないんじゃないんだよね。今回は妖術だけにしようかなと思っておりますが。じゃあまたスネークピットに降りていきましょう。前回、独体性を、なんとあの、スワンプドラゴンスケースで手にいたんだな。素晴らしい。えー、あとは散々調べてたかもしれませんが、えー、ブーツ、ありますあるじゃねえか。あ、ちょっと待って、これはこの多くの2階のルンドブーツ買いましょう。ブーツは抜けてるもんね。 なんとまるしろ、例によって今回もここまで素足で降りてきてます。何を考えているのか。すまん、靴を履いてくれと。もうトゲトゲとかに足を踏んだらどうすんだと。ブーツオブランニング。<laughs> よし、素晴らしい。これはこれでいいだろう。足が速くなりました。瞬足のブーツをゲット。これは嗅いでよかったですね。えー、スワンパー3階層面まで制圧して、は今からスワンプ、スネークピットに行きます。うん。 ちょっともう一回、イスケンデルンスミスティックブラスト打つぞ、ボン。あー、なるほどな。ノックバックしたね、確かにね。もう一回やるぞ、ボン。あー、はいはい。あ、わかりました、わかりました。あの、なんか、ノックバックすんだわ、これ。だけど、どのくらいのこう範囲まで出るのか、ちょっとさっぱりわかんない。何マスまでに出るのか、ちょっとわかんないけどね。で、嫌なモンスター、あの、ヘビ君が来たんで、あの、電撃ヘビ君が来たんで、ここは完全に確実に生きるのを止めていく。 で、ここでもう一回、イスケンデルスミスティッククラスを打ってみるか。ボン。もう一回行くぞ。ボン。ああよくわかんねえな、これ。な,なんか、どこのマスで反応するのかもわかんないし、実はあの反応してたりしなかったりするのかな。ボン。あ、死んだね。あこれわかりやすい、非常に。一体だけなの、もしかして。一体だけなのかな。あ、一体だけなの。一番近い。 遠にいるモンスターでにどうもこれが起こるらしい。で、ノックバックすると。パーンと向こう側に吹っ飛ばせるっていうわけだな。なるほどな。こういう時に、あ、これと範囲届かねえわ。なるほどもうちょっと近く来ないとダメなんだな。ファイヤーボルトか、ボーン。で、このあたりだろ。まだダメだなイスケンデルス・ミスティック・ブラストの範囲は、ここだね。 今出たよね。あ、出てないわ。ごめん。もう近くじゃないんだよね。これぐらいで、3マスぐらいで、ボーンと。もう一回行くぞ。ボン。あ、これあれだね。でもあれだ、死んでるから、わりかし全体攻撃なのかもしれん。もうちょっと、もうちょっと挙動見させてくれ。よくわかんねえな。ただ、なんとなくわかってきたぞ。あの、近くに来た時に、あの、ノックバックすると。ここじゃダメだな。 あの黒くなってるから出ませんとこういう時は嫌らしいんだよなこれちょっとこん2ターン必要だけどこれはインナーフレームぶっこんででここで爆発させてやって倒した方が早いといいなあー入ってきてくれんなこの雲にキワッキワで入ってくるんだよねサラマンダよりずっと早いあいつはダメだあいつはお族物のリフィーザレーションで倒していく後ろから食っかないいなこのキワッキワで倒してるの大事だからねこれね どんどんとゆっとー。となんか後ろから来そうな気がするから、インナーフレームかけてやって、ここで、ポーンと。来なかったね。大丈夫でした。地味にエルフ、ロング棒も得意です。魔法の出とかが悪かったり、なんかうまくアイテム出ねえなっていう時あるいはロング棒で体勢ゴリゴリのが出た時とかは、奥面もなくロング棒を上げてってやるっていうことが大事。えー、こう、おぞくぶリフィージャレーションで。 全体攻撃で倒していってます。ザ、え、コ、ー、の、えー、ナーガくんはこんな感じで、ファイアボールで倒してやると、まあ、1、2発で倒せますよと。このあたり強敵だよなぁ。まあこぶち、このぶち込んでやってるや、やるしかないんだ。インナーフレームで、えー、かけてやって、ここで、ボボーン。イエスまだ来そうな気がする。あ、ちょっとダメだ。逃げます。えー、何回か説明してますけど、このナーガくんたちの弱点は足が遅いところです。 MP がなくなったら簡単に逃げ出すことができます。しかも現在は、えー、ブーツオブラーニングも装備してますので、まあ、容易に逃げられる。ただし、ヘビが絡むと面倒くさいと。ヘビくんは足が逆に速いですからね。そこら辺に注意しましょう。ただ逆に言うと、その逆に言うとというか、そヘビくんとナーガのスピードの差がかなりあるので、一緒にモンスター出てきた場合は、ヘビだけ引き離してやるっていうことが簡単にできます。そのあたり意識して潜っていくといいんじゃないかなと思います。 さて、未完全の巻物が出た。えー、アイデンティファイ、これで、えー、オポーション。あ、オポーションよりかは、これ、リングメールいってみるかな。ちょっとリングメールいってみましょう。せーの、ガーツン。おー、ジャバボックのリングメール。これ悪くないね。コールド2本立つね。あー、これは意外と最終装備足りえるかもしれない。これ今、これちなみにこの、リングメール装備してどうよ。あー、全然大丈夫だね。リングメールと、あの、スワンプドラゴンスケール装。だいたい同じような魔法の栄枪の阻害率なんだな。かなりいいでしょう。 そして、えカ未完の巻物、お楽しみ、読んでみましょう。ドーンあーサイレンス。はいはい。じゃあ、2回染めに参ります。おぉちょっと待て、待て、待て、待て。ここはね、そしたら、お毒物リフィーダレーションでゆっくりにしてやって倒していくと。とどめじゃ。こい、ドンよし。ここは、あの、MP、あの、ちょうど階段の上にいるから、あのー、逃げられますので。 MP 切れまでガンガン撃っていきましょう。そして、後ろにモンスターがまだいいんじゃねえかっていうことを見越して、えこのあたりに、えー、あ、やっぱいるね。ババーンあ、人したドーン爆発させて、で、ここもインナーフレームを、あ、な,なんだあいつ上から来たな。じゃあ、逃げましょう。<laughs> こんな感じでいいですからね。これ、リスクンデルスミスティックブラストぶち込んでやるんじゃねポーンっポンあ、でノックドン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  そりゃそうか。ちょっとイスケンデルスミスティキュラスト試してみるわ。このあたりの距離感で、あ、わかりました、わかりました。で、あれだね、あのー、選択できなくて、最も近いモンスターをこんな感じで当てていくと。うん。どうすんのこういう時って。戦ってもいいけど、あ、スクロールフェアでいきますか。 これイススススケンデルスミスティックブラスってみるかポーン。あ、こんな感じで、あ5、5方向に出るんだな。5個ぐらい出るんだな。これポ,ポポポポーンって。あ、なるほど、なるほど。これでノックバックしながら戦っていけるぞ。はいはいはい。オッケーオッケーオッケー。着やがれ。ポ,ポポポポーン。あ、はいはいはいや。ちょっとイスケンデルスミスティックブラスを使いとしての才覚を発揮し始めたぞ。えただ、こうなってくると、おぞくずリフィジャレーションの方がいい気がする。ポーン。こいつ倒しきるぞ。倒うしたない。 あこれあいついんじゃねえかあの、あいつ、あいつがいそうな気がする。あの、あれ、<laughs> なんだっけあの、あのモンスター。例のは彼が。いそうな気しないここの奥に。なんだっけバ、バニーシャみたいな名前のやつ。 よし、多分、後ろにいたであろうということを見越して、ちょっと無理して、あの、爆発物を、ぶっ込みました。まだいいんじゃねえかと思って。あ、だから、切れちまった。MP 切れちまった。ここは、ワンドオブディスティングネーションで粘っていくぞ。おりゃ。よし、逃げる。<laughs> ちょっと今、無茶しましたけど、それなりにな、できたな。えー、このスペキャコーン上は、あ、これ、かなり、なんか、優秀な上げ方をしてるな、今回は。 いいですね、あちなみにあれなんだなきっとあのイスケンデルスミスティックブラストは今回は、えー、なんとコンジャレーションだけじゃなくてトランスミューテーションの知識も必要になってくるということらしいですね5方向に出てノックバックするビームがポ,ポポポポーンって出るような魔法なんでしょうねはいいいでしょう,もうほとんど純妖術師のような形で降りてきてますがまあまあどうしようかなもうちょいあげるか 体力とかも上げたいんだけどね。こりゃダメ。上げます。ここはイスケンデルスにしてください。ポコーン。よし、OK、なんかモンスター詰まってたね、あそこ。ちょうどいいでしょ。あの入り口がボトルネック状になって、こう狭くなってるところをうまく利用して。 倒してやりましょう。まだいるかなどうだいないなこの辺死んでるちょっと敵がねあの多分モンスターが詰まってるだろうということを見越してこのインナーフレームを使わせてもらいましたもしかしたら画面外であのユニークモンスターの,あのナーガの,あの弓師みたいなやつを倒してたかもしれませんめんどくさいんで特に確認もしませんけど こい、スクンデルスミスティックブラスト、ポカーンって、ポカーンって、撃っ,ってやる。距離取れるからな。距離取れるようになったから、転移術が、ご必要になってくると。コンジュアのスキル15、あー、来たね。これは、テーマジャンと爆弾にして、あ、ちょうどいいですね、こうやって爆弾にしてやることで、奥のモンスター軍を倒していくと。非常にあの、この、インナーフレームがアクティブになりましたよね、こんな感じで。今までは、あの、コンジュアフレームがなかなか、 蓋をして、コンジャーフレームで蓋をして、何アイズルが来た。これはまずい。えー、そしたらですね。MP はまあいいだろう。ポ,ポーションオブヘイスト飲んで、ポッキン。で、フリージングクラウドぶち込むポリシー。で、あとは、アスペルフォージルさんを呼んで、 ダブルファイヤーボールと仕掛け込みましょう。やべえ、MP なくなった。ここはワンドオブアイスブラストで、えー、ね、お茶を濁していく。頑張れ、スペルフォージド。イエース、スペルフォージド、強すぎ。よ引き続き頼むぞ。えー、強い。イエース、強い。頼んだぞ。やつを殺せ。イエス、今度はこっちだ。頼む、殺してくれ。 イツケンデレスミスティックブラストポコンって距離を取ってアスペルさんが助け,助けてくれましたそして脱出あ強いですね何の問題もなくいけてますここもこっちを爆弾にしてやってポポーンと今失敗しましたね爆弾で当ててやりゃかったな,っなんか多いなちょっと待っねここはもう信じてファイヤーボールを打ち込んでいく アミュレット鑑定の巻物なし奥から来るかもしれないからね予想してインナーフレームをつけてやってそれでボボーンとボボーンとはいはいこいつもいけるかないけますねちょっと早いやつ来て絡み悪かったけどまあこんな感じでどうせ奥から群れで来るんじゃないかなっていうのを十分に予期した上で振る舞っていくと。 名食ョク。よしと。ここはイースケンデルスミスティックブラスト。パーンいいですね。よし。3回染めいきます。ここも爆弾にしてやりましょう。よしよし。逃げますからね。来たら。パーンよし。あ、汚いな、天撃こんにゃろ。あいつ、なが、あの、長が気をつけて寄せてくるから。来た、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 涙が。 ここはイラディエイト、イラディあ、待って、これ、イスケンデルズにスティックブラストの方がいいのかち。ちょっと待ってね、ポーン。ポーン。あ、やっぱりノックバックしたね。するわ、ノックバック。いやここで、そしたら、おぞくブズリフィードレンションってよね。よし。もうこれうぃす。ああいい,いいね、いいね。 近寄これ近寄られた時の対象になるねイスケンデルンスミスティックブラスト。なんか新しい意味合いを。おおおさあ、ベフメットが最終の魔法を教えてくれたかな。あまだだ。まだですね。最後の3つじゃないな。でも、水晶やりな。ちょっと待ってよ。はいはい。ちょっちょ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 ,ちょ。ちょっと待ってね。水晶やりってあの、殲滅の魔法書に入ってた。入ってたかどうかで判断だわ。 入ってんだったらファイアストームとかもう一緒に覚えるんだから別にここで覚える必要性はないわけだえオーキッシュマインスに一旦戻るあの本がど何売られてたかを確認しに行きましょう二階層目に行くここだなドンほい親父立ち読みさせてくれあここじゃねえわ <laughs> どこだどこに出たんだ ブックダンジョンの10階だったわこっちだこの店だった1545円ちょっと高いけれどもおやじ立ち読みさせてくれあまあ入ってるねレフティブの推奨をやりとアブソルートゼロとファイアストーム今回このアブソルートゼロとかこの辺り試してみたいなとも思ってるところですが 水晶やりはコンジュアー,アースでこんな感じなんですね。まだまだ先といった感じですな。で、オーブ・オブ・ディストラクションはそろそろ覚えられますと。でもこうなってくるとさ、魔法今ちょっと忘れて、新しい魔法覚えた方がいいような気がしてきた。イスケンデルンス・ミスティック・ブラスト便利なんだけどな。そう、ちょっと待って、そう考えるとイラティエイトはいらないかもしれない。イラティエイトとイスケンデルンス・ミスティック・ブラストはキャラが若干被ってると。そう考えるとストーン・アローも若干キャラは被ってなくはないっていう感じだな。 でフォックスファイアがこの後に応援で必要なのかっていうのもあるけれども、これを忘れたところでレベルは1しか解放されないなと。逆に言うと、コンジャフレームなんかもう使わねえんじゃねえのか。そんなような発想も思い浮かぶわけですが。すっかり、薄まん、コンジャフレームが変わってしまって、なまだ慣れてないせいか、いらねえんじゃねえかとかって思っちゃうんですけれども、コンジャフレームあたり忘れてもいいかもしれないですね。 ち,ちょっとね、そう考えると、ちょっとやっぱりね、アムネジアで、ね、忘れます、コンジャフレーム。あの、なんとなく今のうちに強い敵が出てくるから、あのー、オーブ・オブ・ディストラクションを覚えておいた方がいいような気がする。スペル・フォージョ・サービターはオーブ・オブ・ディストラクションとファイアボールだったら、オーブ・オブ・ディストラクションを選択しそうな気がするが、まあ、コンジャーフレーム忘れましょう。ありがとう、コンジャーフレーム。新しいコンジャーフレームの挙動は散々やり、やったのでもいいかなと思っております。 待ってよ。そうしてオーブオーブディストラクションを覚える。イエス。これでいいでしょ。これで強敵相手にまた戦っていけるんじゃないでしょうか。えー、アイデンティファイで。えー、そしたらですね。もう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 、このショートソードを鑑定してみるか。今結構ロングソードいいのが出てるからな。ちょっとアミュレット、え、待って、ポーションだ。お、ポーションを鑑定しておく。いらねえ。なんじゃこれなんなんだこれいらねえ。で、この、このリングウェル。これは使うかもしれんな。置いておこう。 ビザードリーのリングも置いておく。なんでいいか、とりあえず。ああ。エンチャントアーマーも置いておきましょう。よし。じゃあ、ひ通とりスネークピットに立ち戻る。よしと、3回、そのを探索していくぞ。ここも後ろから来んじゃねえかなとかって予想しながら、ああ、来たね。でも、ここは足が速いから。 これでいいでしょう。一緒に倒してやるっていう感じで。さあ、オーボブ,ブディストラクション。これは別に挙動変わってないよね。パキャンボンイース。私の大好きな魔法です。ちょっとフラフラしてて頼りないところもあるけれども。もうほんと、無属性の強力な魔法で。もう何に向けても、にゃーにゃん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 。なんなんだこいつら。 上軍あこ,のこの距離感だとさ、えー、あ、待ってよ、これ、ちょっと,ちょっと待ってよ、これスペルフォージドさんを雇ってよ、それでオーボブ,ブディストラクションぶっこんでやる。手前からめんどくせい敵が来てんだ。ダブルオーボブ,ブディストラクション。やばいぜ。マークされたんだけど。待ってそしたら、ねえー、キャンセレーション、キャンセレーション、グミ強い あのスペルフォージドはとんでもねえタイミングでどんどんあれ撃ってんなほぼほブ撃ってんないいぞ、えー、ここは距離を取るためにイスケンデルンスミスティックブラストを撃ちますえー、これ当たんのこれスペルフォージドにバカじゃないのかそんな話あるジョーグは死んだなよし <laughs> 頼んだぞ ここはオーブ・オーブ・ディストラクションポンあ、危ね逃げるぞオーケーちょっと待っておあのスペル・フォージド・サービターさんめちゃくちゃ強くない頼んだ消えたぞおいほら出てこい敵が逃げると消えちまうのかスペル・フォージドってそういう設定なのかなまあいいでしょ ここもファイアボール連発で何とかしていくあんまりでもちょっと今あれだな心持ちあのなんかあのあれがある気,気持ちのあの高慢さがあるだかちょっとあのプレイが雑になりそうな気がするので丁寧にいくぞ改めてここもよーくモンスター見て来なさそうだなーと思ったらまあいいでしょこれでファイヤーで打ってやるとお店が閉鎖されてますよなんか やめてくれと。なんで閉鎖されてんだ全部、全部物品を誰かが買っちまったんだな。多分、ドゥベッサが誰かが買ったんだろう。ドゥアンに買ってあげようっつって、姉ちゃんがな、ドゥアンに似合う何か、ローブとか、クロークとかを見つって全部買ってっちゃったんだよ。だからね、ドゥ、ドゥベッサのせいです。来た、ここでしょ。バババーン。イエス。イエス。 よし。だいたいこれで最後の群れなんじゃないでしょうか。はい。これで3回層目も無事にクリアと。これで、ね、獣と、あ、獣の枝ダンジョン、えー、沼とスネークピット、ヘビー穴の3階染めまで探索しました。次、いよいよルーン取っていきます。2つのルーンを取っていこうかなと思っています。その前に未鑑定の巻物を鑑定。ほい。ホーリーワード。いいでしょう。あと、これはアクワイアメント。素晴らしい。で、ここご覧ください。アクワイアメントの挙動も変わりました。こんな感じで、 えっと、便利なアイテム、これ5つから選べます。食べ物、お金は固定らしいです。あのー、で、こんな感じで、バックラーとか、ウィザードリーとか、かなりいいこう装備。1個だけ、リング・オブ・フライトってクソみたいなの <laughs> が出てますけど、例えば、バックラー・オブ・プロテクション、かなりありだと思うんですよね。すごいいいのを選んでくれてると思います。あるいは、殲滅の魔法書も、直にアクセスしていくのであれば、この現金とかでもいいと思うんですよね。 これやったら1300円、50円でもうちょっとで殲滅の魔法書買えますよね。そしたらもう魔法安定すると。ただね、俺最後ね、ベフメットの最後の一発勝負出ると思うんだよね。あのー、魔法が。その3つその中にファイアストームというかアブソルートゼ e とか出ると思うんですよ。ベフメットの設定が変わってなきゃな。だから現金頼むよりかは今はこのバックランしようかなと思ってます。 かなり現金もおすすめなんだけどね、今回。まあ、ただ、その1500円は絶対溜まると思うんだよね。あの、真相潜ったり、エルフ潜ったりしてたら溜まると思うんだよ。宝物庫潜ったりしてたら溜まると思うので。ということで、今回はバックラーオブプロテクションでいきます。バックラーオブプロテクションに。イエス。はい、出ました。そしてバックラーをももに装備する。魔法の失敗率どうですか若干上がりますけど大したことないですね。これ、あの、バックラーはこれ上げてやればいいわけです。シールドを上げていこう。えー、で、スペルキャスティング18とりあえずいいでしょ えー、こんじは、ファイヤーもアイスももうちょっと上げていきたいんだが、まあ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 いいか。とりあえずいいわ。一旦シールドを、あ、げましょう。シールドファイティング、えアーマグラ開けとくか。<laughs> 苦手、苦手3兄弟を上げていきます。まあいいでしょう。そんな感じで今日は一旦終わろうと思います。いよいよ次は先ほども申し述べました通り、ルーンを取りに行こうと思っております。え、一旦そんなところで焦点を開き、また来週。